ビートルズ・ビートルズの曲名一覧 It's All to Match, It's All to Match はビートルズの楽曲である。1969年に発売された10作目のイギリス版公式オリジナルアルバムイエローサブマリンに収録された。1967年にジョージ・ハリスンが書いた楽曲でアルバムサージェントペパーズロンリーハーツクラブバンドを完成させた。 直後である1967年5月にレコーディングされた。ユナイテッドアーティストとの契約上の義務を果たすために1968年に公開されたアニメーション映画イエローサブマリンのためにビートルズが提供した楽曲の一つである。ハリスンは幻覚剤の一種である LSD での体験を称える形で It's All Too Much を書いたが、 後に超越瞑想で同様の気づきを得たことから、1967年8月にヘイト・アシュベリーを訪れた後、LSD を休断した。本作には、インドの伝統音楽のドローンを彷彿とさせる、ハモンド・オルガン、エレクトリック・ギターのフィードバック、ブラスセクションが使用されている。大部分がセルフプロデュースとなっており、 サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンドをはじめとしたビートルズの作品とは対照的なアプローチでレコーディングが行われた。ビートルズの電気作家の間では目的のない楽曲とされる一方でピーター・ドゲットはイギリスのアシット・ロックの頂点の一つと評している。楽曲発表後、スティーブ・ヒレッジ、ジャーニー、ハウス・オブ・ラブ、グレート・フル・デッド、チャーチラによってカバーされた。 It's All Too Much は、ハリスンが幻覚剤の一種である LSD で体験したことが反映された楽曲となっている。作家のロバート・ロドリゲスは、本作について子供のような方法でアシットの啓示を受けたことを伝える歌詞によって栄光に満ちた祝賀を表現していると述べている。ハリスンは、僕の LSD の実験はマイナスな面もあるけど、長年の無関心さを救ってくれたから、 むしろ祝福すべきことだと思っている。人生において重要なのは自分は何者なのか、自分はどこへ向かっているのか、どこから来たのか、と問うことであると気づいたと語っている。本作は純粋にドラッグに関連した楽曲ではなく、ハリスンは1980年に出版した自助伝 IME m i n で LSD の体験によってもたらされた気づきは、 瞑想にも当てはまると述べている。1965年3月、ハリスンはバンドメイトのジョン・レノン、それぞれの妻と共に初めて LSD を服用した。ハリスンは LSD によってもたらされた意識の高まりについて頭の中で電球が点灯した12時間で何百年もの経験をしたと例えた。また、インドの伝統音楽。 特にラビシャンカルの作品や東洋の精神性に興味を持つきっかけとなったのも LSD であったことを明かしている。1967年にハリスンが本作を書いた頃にはシャンカルやその弟子の一人であるシャンブーダスから指導を受け一時的にスタールがギターに代わる主な使用楽器となっていた。しかし、Within You w i t h o やブルー e j ウェイをはじめこの時期に書かれた 他の楽曲と同じく、ハリスンは鍵盤楽器を使用して作曲を行っており、本作ではハモンド・オルガンを使用してインドのボーカル曲で聴かれるハーモニウムのドローンを彷彿とさせる音を再現している。1967年はカウンター・カルチャーの啓蒙運動が活発になっていた時期と重なり、ロックミュージシャン及びその聴衆の間で LSD の使用が広まっていた時期でもあった。 1999年のビルボード誌のインタビューで、ハリスンは当時のサイケデリックなことすべてについてのロックンロールソングを書くことを目的としていたと語っている。曲のキーは G メジャーで4分の4拍子で演奏される。メロディは G のペダルポイントに限定され、ニット7の2つの音階を強調したシンプルなメロディになっている。本作のイントロと拡張されたエンディングを除き、 バースとコーラスの3パターンで構成され、第2型と第3型は楽器のみのセクションで区切られている。本作には当初4番目のバースとコーラスが存在していたが、レコーディングされた音源では省略されている。オールミュージックのトム・マギナスは、本作の歌詞について間もなくサマー・オブ・ラブと称されることになる理想主義的な楽観主義とヒッピーなる。 新しい若者文化に蔓延し幻覚作用による幸福感を反映していると述べている。作家のイアン・イングリスはザラブ・ザッツ・シャイニング・オール・アラウンド言うとフローティング・ダウン・ザ・ストリーム・オブ・タイムというフレーズは特にサマー・オブ・ラブの背景にある哲学を反映したものと見ており、新学者のデール・アリソンはこれらのフレーズの最初の部分に信仰宗教的な世界観を見出している。本作の With your long blonde hair and your eyes of blue というフレーズはマージーズの1965年のヒット曲愛の悲しみからの引用。このフレーズから本作をハリスンの当時の妻であるパティボイドに向けたラブソングとする解釈も存在している。本作の途中ではトランペット奏者によってジェレマイア・クラークのデンマーク王子の行進のフレーズが演奏される。 ビートルズは1967年5月25日にリレーン・リースタジオでイッツオールト o o m u のレコーディングを開始した。同日及び翌26日のセッションはプロデューサーのジョージ・マーティンが参加しなかったためセルフプロデュースでレコーディングが行われた。制作当初のタイトルはトゥマッチでジャーナリストのロバート・フォンテイの曰く非常に刺激的な体験をしたことを指すビート肉の 言い回し。ハリスンが、ハモンドオルガン、ジョン・レノンが、リードギター、ポール・マッカートニーが、ベース、リンゴ・スターがドラムスという編成で、ベーシック・トラックが4テイク録音され、最終的に演奏時間は8分を超えた。翌日にボーカル、パーカッション、手拍子などが、オーバーダビングされた。また、音楽評論家のヤン・マクドナルドやケネス・オーマックは、ハリスンが、 リードギターも演奏したと述べている。マクドナルドは5月25日と26日の2日間のセッションを混沌としているとし、前月末にアルバムサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンドを完成させた後のバンドのドラッグに触発された代表的な取り組みと述べている。セッションを行った翌週の日曜日に、 ビートルズはサセックスにあるマネージャーのブライアン・エプスタインの自宅で催されたパーティーに出席し、その場でレノンとハリスンはディレクテーラーに LSD を進めた。6月2日にディレーン・リーで作業を再開し、マーティンも同席した。このセッションではマーティンの指揮による4人のセッションミュージシャンが演奏したトランペットとバスクラリネットのパートが追加された。マギニスは 本作のイントロについて吠えるようなギターのフィードバックと境界を彷彿とさせるオルガンの歓喜に満ちた音が炸裂しているとし、この雰囲気はハリスンが当時インドの音楽やヒンドゥー教の哲学に魅了されていたことを示唆しており、歴然たる東洋風のドローンのような暗流を持っていると述べている。また、1964年に発売した I Feel Fine 以来となる。 フィードバックを使用した楽曲となっており、ウォーマックはジミ・ヘンドリックスに影響された可能性を示している。このギターアパートの演奏者には複数の説が存在しており、ウォーマックはハリスンがビグスビーを使って焼きつくようなビブラートを目いっぱいかけたエピホンカジノで弾いたとし、ウォルター・エーベレットはフィードバックの演奏者をレノンとしている。また、 ハリスンは1999年のビルボード誌のインタビューで今考えると僕はオルガンを弾いていたからギターのフィードバックを弾いてないと思う。だからおそらくポールが弾いたんじゃないかなと語っている。ハリスンはブラスセクションが目立つアレンジとなったことについて今日に至るまで僕は彼らにあのいまいましいトランペットで台無しになったことを未だに腹を立ててる。曲自体は 基本的にいいんだけど、あのトランペットで台無しにしてしまったんだからと語っている。1967年10月12日、ビートルズは EP マジカルミステリーツアーの作業を行いながら、再びディレインディ・ムリーでイッツオールトゥマッチの最終ミキシングを行った。レコーディング後、ハリスンは8月にボイドやテイラーと共にサンフランシスコのヘイト・アシュベリーを訪れた後、 LSD を断っていた。ハリスンは、ヘイト・アッシュベリーでの麻薬中毒者や脱落者の集団と、化してたむろしている光景に失望したことを後に、明かしている。その後、ハリスンとレノンは、ビートルズは8月下旬に、ウェールズのバンガーで行われたマハリシ・マヘイ主要ギーのセミナーに参加したことをきっかけに、マハリシの超越瞑想の熱心な支持者となった。また、 番号滞在中にバンドは幻覚剤の摂取をやめたことを発表。これは同年6月に発行されたライフ氏のインタビューでマッカートニーが LSD の公用を公に主張したことで物議をかもした後のバンドにとっての転機となったビートルズは1967年に公開されたテレビ映画マジカルミステリーツアーで使用することを検討していたが ユナイテッドアーティストとの契約で生じた映画プロジェクトのために新曲4曲を提供するという義務を果たすために同年末にアニメーション映画イエローサブマリンのサウンドトラックとして提出することを決めた。映画で使用されたバージョンは4つのバースのうちの2つとコーダーの冒頭部分のみを使用し演奏時間を2分22秒に縮めるなど大幅な編集が加えられている。 1968年10月16日、アルバムイエローサブマリンに収録するためにリミックスされた。ボーカルと手拍子にはオットがかけられ、それぞれステレオの左右に振り分けれている。このミックスでは8分あった演奏が6分28秒に縮められているが、ハリスンが書いたビートルズの公式発表曲の中で最も演奏時間が長い楽曲となっている。アルバム収録テイクは、 コーダの最後から1分前よりフェードアウトして終わる。作家のステファン・グリーンは It's All Too Much が使用された場面を映画の最も大胆な場面の一つとして挙げている。本作が使用された場面はアートディレクターのハインツ・エーデルマンらが手掛けており、ハップ・シャシュザ・カラード・コートをはじめとしたサイケデリック・アーティストや 19世紀のイラストレーターであるオーブリー・ビアズリーの影響が反映されている。マイケル・フロンタにはサマー・オブ・ラブのイデオロギーは1968年半ばまでに審査翼に触発された積極行動主義にとって変わられていたが、ビートルズに代表されるカウンター・カルチャーの理想は一般の聴衆の間で人気であり続けた都市映画イエロー・サブマリンについて その理想を最も純粋かつ魅力的で、最も親しまれている形で表現したものと、表している。本作は映画のクライマックスで使用されており、本作のシーンについて、ケネス・ウォーマックは、ビートルズが邪悪なブルーミーニーズを打ちまかし、ペパーランドに友情と音楽の色鮮やかな、美しさが蘇ったことを称えていると説明している。作家のジョージ・ケースは、本作のシーンを、 ビートルズの幻覚体験に対する明確な暗示の一例として挙げている。1999年にスターは本作についてこの曲が映画の雰囲気を作っている音楽と映画がまさに調和しているんだと語っている。映画における本作とオンリーやノーザンソングのシーンについてグリーンは幻覚作用の視聴覚的な再現を試みたものと読み取って初めて 意味をなす場面と表している。1968年9月にイッツオールトゥマッチをはじめとした新曲4曲を収録した EP 版の発売が予定されていたが、その代替としてフルアルバムが制作された。LP の A 面には新曲4曲に気発のイエローサブマリンとアイコスはすべてを加えた6曲、B 面には ジョージ・マーティンが映画用に手掛けたオーケストラ曲が収録された。映画のサウンドトラックアルバムは、アルバム、ザ・ビートルズの発売を優先したビートルズにより二次的な作品とみなされていたため、発売が遅れていた。映画のロンドンプレミアから6ヶ月後にあたる1969年1月に、アルバム、イエロー・サブマリンが発売された。1996年1月、 キャピトルレコードのサマスペシャルマーケッツ部門による企画の一環として B 面にオンリーイヤノーザンソングを収録したジュークボックス用のシングル版が発売された。1999年にイエローサブマリンの DVD の発売に合わせて楽曲のリミックスが行われイエローサブマリンソングトラックに収録された。同作の最後の曲として収録されており このミックスではオリジナルよりもハモンドオルガンのパートが強調されている。また2012年に iTunes 限定で配信されたコンピレーションアルバム Tomorrow Never n o s にも収録されている。ニコラス・シャフナーは1977年に出版した著書ザ・ビートルズ・フォーエバーでイエロー・サブマリンの発売を振り返り新曲の中で 唯一数時間以上かけて書いたと思われる楽曲都市、ベルベット・アンダーグラウンドの強烈なフィードバックと、1967年のスピリットを要約したような非常にウィットに富んだエピグラムを本作のハイライトとして挙げている。ロバート・ロドリゲスは本作の発売時期が世間での認知度に影響しているとし、1967年半ばには本作が明確に 無秩序であったのに対し、1969年に発売された時にはバンドが普及に貢献したサイケデリックムーブメントへの反動で画期的ではなくなったと評している。ビートインストゥルメンタル氏はアルバムイエローサブマリンのレビューでビートルズの新曲がほとんどないことを嘆く一方で本作とイッツオールトマッチについてアルバムの A 面を救済する素晴らしい作品と評している。 レコードミラー氏は、イエローサブマリンの中で最も良いサウンドを持つ曲とし、オルガンの美しさも、さることながら、プレイヤーの音量を下げても、その絶対的な音量が素晴らしい。この曲は、基本的にロック的な構造をしているが、一つの途絶えることのない音を中心として、それが終わりまで続くと評している。インターナショナルタイムズ氏のバリー・マイルズは、ジョージのインドの時間は、 ドラムスがフェードインとフェードアウトを繰り返しながら、口を果てた音に命を吹き込み、何段階にもわたる、ハンドクラッピングナンバー。高音部の音がガのように揺らめく、最上級の記録。幸せなシンガロングミュージックだと評している。また、マイルズは1998年に出版した著書、ザ・ビートルズ・ダイアリーで、ビートルズがこれまでに録音した再起で、リアの中で、 最も印象的な作品を称賛し、不協和音かつオフビートで、くもなく素晴らしい。この曲は、タックスマンと並んでハリスンが、これまでに発表した西洋のロックミュージックの中で、最も素晴らしい作品だったと評している。映画、イエロー・サブマリンが、古典的な子供向けのアニメーション映画としての地位を、築いた一方で、一部のビートルズの電気作家は、 サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンド以降の1967年のレコーディングをバンドの標準以下の作品と見ている。マーク・ハーツ・ガードは本作について形のない叫び声に過ぎないとし、イアン・マクドナルドもドラッグに見せられた G ペダルの単調さがダラダラと続く施策と評している。2002年にローリングストーン紙に寄稿したグレッグ・コットは本作について またしても、ラーガ風味のグルーブが、ハリスンの良さを引き出していると述べている。同年に、アンカット氏のナイジェル・ウィリアムソンは、本作をサイケデリックな名曲と表し、もしも1967年の早い時期に、レコーディングされていたら、サージェント・ペッパーをさらに優れたアルバムにしていただろうと、述べている。2004年版の、ザ・ローリング・ストーン・アルバムガイドで、ロブ・シェフィールドは、 イエローサブマリンは本物のアルバムというよりも薄っぺらなサウンドトラックだがここで疑問があるとしどうしてジョージの It's All To Match がロック誌における最も興奮させるサイケデリックのトップ5の一つとして扱われないのだろうかと書いている。シェフィードは2017年に出版した著書 Dreaming the Beatles で 失われたビートルズの名曲、今よりずっと有名になるべき一曲とし、アシットロックの勢いとブラスバンドの華やかさのコンビネーションというサージェント・ペッパーサウンドを真に体現したのがこの曲だ。It's All Too Much はサージェント・ペッパーの中で2番目もしくは3番目に良い曲だっただろうと評している。二千三年に出版された文字をスペシャルリミテッドエディションセンデ0 d a y s of r e v o で ピーター・ドゲットは、本作をビートルズの作品群で、比較的珍しい作品とした上で、イギリスのアシットロックの頂点の一つで、無勇病のようなリズムは今日でも奇妙なほど、現代的な雰囲気を保っていると評している。本作は、モジョ氏が1997年に発表した、サイケデリア・ザ・ハク・グレイテスト・クラシックに掲載され、ジョン・サベッジは、聴覚的な快感。 狂おしいほどのブラスとハンドクラップは、あたかも戦闘の牛が咀嚼するような甘美な音を奏でると評した。2001年7月にアンカット氏が発表したザ・ The、50グレイテストビートルズ・トラックスでは第43位。5年後にモジョ氏が発表したザ・ The、101グレイテストビートルズ・ソングズでは第85位にランクインした。モジョ氏のヒル・アレクサンダーはクラウトロックに影響を与えたとし、 プライマルスクリームのボビー・ギレスピーは、ビートルズの比較的厳格なアプローチから離れ、ビー、バップ・アルーラや、マディ・ウォーターズ、ジョンリー・フッカーの曲で得られるのと同じ感覚を、呼び起こす素晴らしい音楽の一つと評している。アルティメットクラスロックに寄稿したデイブス・ワンソンは、本作をサイケデリック期のバンドの最も魅力的な作品の一つで、ビートルズの偉大な忘れられた歌の一つと述べている。 2018年にタイムアウトロンドン氏が発表したザ・ The、50ベストビートルズ・ソングズでは第31位にランクインしたスティーブ・ヒレッジ。アルバム L でカバーした後ライブでも演奏している。スティーブ・ヒレッジは1976年に発売したアルバム L に本作のカバーバージョンを収録した。ヒレッジによるカバーバージョンについてアンタ・バーガーは 目の覚めるようなカバーと表し、ウィリアムソンは見事と評している。プロデュースはトットラングドンが手掛けており、後にシングル版としても発売された。1976年10月、サウンズ氏のフィルサトクリフは、ヒレジが It's All Too Much とどの版のハーディガーディーマンをカバーしたことについて、ヒレジのキャリアにおける懸命な発表と評している。ヒレジは、 ライブでもたびたび演奏しており、ライブヘラルド、ライブインコンサート、レインボー1977などのアルバムにライブ音源が収録されている。ジャーニーは1976年に発売したアルバムミライへの招待状に本作のカバーバージョンを収録した。ハウスオブラブは1992年に発売したアルバムベイブレインボーからの第一弾シングル フィールの B 面に本作のカバーバージョンを収録した。前年にはラブズヤングナイトメアがコンピレーションアルバムレボリューションナンバー9、エイトリビュートツーザビートルズインエイドオブカボチャでオールトゥーマッチというタイトルでカバーした。1999年にチャーチがカバーアルバムエボックスオブバーズで本作をカバーした。本作はグレートフルデッドその関連バンドである。 ラットド,ドッグやフィルレッシュフレンズ、ヤンダーマウンテンストリングバンドラによってライブで演奏された。この他にもオールアバウトイーブ、ポール・ギルバート、バイオレット・バーニング、高橋幸宏、リッチ・ロビンソンによってカバーされている。出展。ありがとうございます。